講談風ラジオドラマ弁慶記第12話でございます。時は1180年10月、弁慶一行は平家に対して20年の沈黙を破り挙兵した源頼朝の力になるべく奥州平泉から南へ向かいます。主君源義経に付き従うは武蔵坊弁慶、伊勢三郎義盛、佐藤継信、忠信兄弟、いわゆる義経四天王。この4人は実にキャラクターがはっきりとしていまして、武蔵坊弁慶は言わずと知れた怪力無双、馬面で精悍な体つきの佐藤継信は弓の名手、その弟忠信は狐目の細面、馬の扱いに長けて女好き、そしてもう一人伊勢三郎義盛、年の頃は25で弁慶と同い年、地方の一役人の身から山賊稼業に身をやつし、部下に追われて七転八倒、義経との出会いは人生一発大逆転のチャンスと目をつけ、付き従って今に至る。とにかくこの男、他の三人に比べ武勇の面では一段下がるも、出世欲が強くて弁が立つ。今日の主役はこの伊勢三郎義盛でございます。弁慶記。今の栃木県下野の国に入った弁慶一行、下野の国は伊勢三郎義盛が長い間住んでいた土地でした。三郎は情報を集めるためにかつての地域を訪ねに行ったため、弁慶たちは少し足を止めて野宿で夜を過ごす準備をしています。義経と弁慶は焚き火に当たって暖を取る。2匹取ってきたぞ。これはうまそうなウサギだ。牛なんぞ食うのはもう勘弁だからな。塩いるか？あるのか？急な出立だったとはいえ、旅には入りようと思ってな。吉報！吉報だ！落ち着け、三郎。これが落ち着いてられるかってんだよ。よい、弁慶。三郎、俺はお前の口達者なところが好きだ。存分に語ってくれ。へへへ、さすがは御曹司、図体ばかりの弁慶と違って人間がでかい。おっと、弁慶、座ったままで。いいか、昔のよしみをたどって情報をかき集めてきたが、時は佐殿に味方せりってもんだ。まず都では持ち人王と原産未入道が戦死したらしい。老骨に鞭打って持ち人王と共に挙兵した御年76歳の原産未入道に平家は即座に軍勢を挙げた。長男重盛亡き今、大将は清盛の期待を一身に集める自称四男智盛だ。内側渡って平等院に手勢引いて殴り込み、頼政は右に左に平家を切り伏せ、獅子奮陣の戦働き。しかしやがて矢もつき刀折れ、黒糸脅しの大鎧に無数の矢を受けて傷増え、ついに自決を覚悟する。首を切るよう命じられたのは労働のトナウ。しかしトナウはこれまで散々に世話になった原産未入道に刃を向けることができない。私には殿の首を打つことなどできませぬ。貴様、それでも武士の端くれか。お情けよ。ならばよい、わしがこれより自刃した後、その首を決して平家に渡すでないぞ。ここで唱う主人の決意に思わず目頭が熱くなる。うまく声を出すこともできない。源平の間でもがき苦しみ、埋もれ木のように花を咲かせることもない一生であった。最後に平家に一泡吹かせることもできぬか。扇の芝に座った原産未入道、刀の切っ先首に立て、刀の束を床に置く。埋もれ木の花咲くこともなかりしに、実のなる果てぞ悲しかりける。時勢の句を読んだが早いか、思いっきり上半身をかがめると刀の切っ先が原産未の喉を貫いた。
辺り一面に飛び散る鮮血、トラウの涙もその血を注ぐことはかなわず、切り取った原産未入道の首に重りをつけて泣く泣く宇治川に投げ入れた。興福寺に逃げ込もうとした持ち人王も、飛騨の神影家率いる軍勢にすぐさま追いつかれ、あえなく戦死。この戦で平家に討ち取られた首は600余り、その全てが晒し首になったが、しかし源三味入道の首だけはそこになかったという。どこが吉報なんだ。慌てるな、面白いのはここからだ。主人の遺書になった平家打倒の領事は全国の源氏と自殺勢力のもとに届いた。真っ先に兵を挙げたのが我らが大将のお兄上、源頼朝様だ。東国の荒くれどもに土地を保証し続けた源氏の正当なる後継者、平家打倒にこれ以上の見越しはねえ。助殿は女房の政子を寺に預けるこの政子ってのが実に武家の女らしくっていいこと。ここに至っては必ず勝ってお帰りなさいませ。政子は水の陰で涙する女ではありませぬ。刀こそ持てずともあなたと共に戦いましょう。そう言って火打ち石を人ならし蓋ならし。助殿はさすがに頭が回る。持ち人王がとっくにくたばってるってのに、持ち人王の後ろ盾を匂わせながら東国の武家に、みこしを担げよ、土地は安心して経営しろよと下し踏みを発する。畠山重忠、和田義盛、土井実平、上総介広常、三浦義澄、千葉之助常胤と歴戦の勇士をお供につけて、今は亡き父義朝の館があった鎌倉へ入った。助殿の気合に応えるように、木曽の源の義仲、甲斐の武田信義、熊野の別当丹蔵が次々に挙兵。丹蔵、都の片隅で羽ばたいた持ち人王って名の蝶々が日の本全土に嵐を呼んだのや。平家も急ぎ助殿追討すべしの軍勢をまとめて、清盛の嫡孫平の権之助少将これ森を大将に、弟平の薩摩の神忠則を副大将、藤原の忠清を侍大将につけて都を出たらしいが、いまいち足が鈍いらしい。とにかく時代の風は助殿に吹いたろって寸法よ。源氏の旗色はいいぜ、世の中ひっくり返るぜ。平家の大将平のこれ森については何かあるか。これ森は清盛の長男である重盛の長男、清盛にとっちゃ目に入れたって痛くねえ初孫の坊ちゃんだ。年は23、鎧姿に刀を履くと筆も及ばぬあぜ姿、赤字の錦のひたたれに萌え毛匂いの鎧着て、連然足毛なる馬に金福林の蔵を置いて乗っかってらっしゃる。おかしいのは、刀から馬の蔵に至るまで照り輝くほどピッカピカ、そのいでたちは山際知らぬ春の明けぼの、吹き寄る風にカバ桜が舞い散るような景色だが、泥の中に一輪輝く蓮の花みてえなうちの大将とは役者が違うでしょ。おもりをつけられ向かってくるた東恵比寿もなめられたってえもんだ。サブロー、へっ、貴様宮中の生まれであればさぞ愉快な物語を後世に残したであろうな。紫も清少納言も貫之も俺の口にゃかなわねえ。ああ文字さえ書けりゃな。まとめろ。つまり俺たちの行き先の選択肢は2つ。1つは助殿のおわしましたる鎌倉、もう1つは平家の軍勢うんまん騎が駒を進める駿河の国清見ヶ関。清見ヶ関から鎌倉までの距離は、地図を見るにおよそ30里。手ぶらで鎌倉へ入るわけにはいくまい。いや、血を分けた弟が火星に来ることは何よりの土産になろう。平家のいる清見ヶ関か、助殿のいる鎌倉か、どちらにします？どちらでもない。え？お前は過去を語るのはうまいが、未来を見るのは苦手なようだな。弁慶、どこに向かう？地図を見たところ、ここがよろしいかと。
良き答えだ。こりゃ、なんて読むんで？藤川だ。弁慶記第12話。今日は三郎のおかげで楽でした。次回お楽しみに。